ジャパンバーテンダースクールの校長のつぼいです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、キャロルというカクテルをご紹介したいと思います。大人の定番カクテルということで、12月が近いですから、このカクテルがよく好まれてね、お客さん頼まれること多いので、皆さんにもお伝えしたいなと思います。じゃあまずはレシピをご紹介します。ブランデーとあとスイートベルモットで作るカクテルですね。でこちらに本来はガーニッシュ、こうカクテルピンに刺して、パールオニオンを入れるレシピが非常にこう多いんですけれども、パールオニオンってこうちっちゃいこう玉ねぎなんですね。玉ねぎですね。はい、ちっちゃい玉ねぎですなんですけど、それがね、普段あんまりこうお店でも使うことも少ないので、代表的なカクテルでジンベースギブソンっていうカクテルがあるんですけど、それに使う場合はあるんですが、普段あんまり使わないのでないお店もあると思いますので、なければないで、なしでもいいと思います。今日はなしのバージョンでね、作っていきたいと思います。ブランデーが 45ml、スイートベルモットが 15ml のレシピで作っていきますけれども、もう少し甘い方がいい、コクがあった方がいいっていう方は40、20のレシピでもいいかと思います。今日は45、15やっていきます。ちなみにこれが、ウイスキーベースになると似たようなカクテルで、マンハッタンというカクテルがね、あると思いますけれども、その味わいもすごく似てるんですが、やはりウイスキーよりもブランデーの方が少しこう味に丸みがあるので、マンハッタンが少しこう丸くなったなっていう風なイメージのカクテルかなと思います。それでは作っていきたいと思います。こちらで完成です。今日はですね、常温のブランデーをあえて使ってみました。これは好みもあるんですけれども、より氷を溶かさないように気をつけるということであれば、もちろん冷凍庫に入っているブランデーを使うのがいいかと思いますけれども、やはり香りをちょっと重視したいなっていう時には常温のものを使うというふうな使い分けもね、バーテンダーとしては視野に入れるといいんじゃないかなと思いましたので、今日はあえて常温のブランデーで作ってみました。ベルモットは当然封を開けたら冷蔵庫で保管するようにした方がいいと思います。でお好みでここにオレンジの、ね、黄色を振ったりとかっていうのも美味しいんじゃないかなと個人的には思いますけれども、通常のレシピにはね、オレンジビールを振りかけるっていうのはありませんので、今日はこのままで飲んでみたいと思います。
うん、決してね弱いカクテルではないんですけれども、両方とも非常にこう味に丸みがあるお酒同士を組み合わせてますので、飲みやすいのは飲みやすいと思います。まあ、マンハッタンが少しこう強いな、味わいのねこうインパクトが強いなって思われる方は、ぜひこのブランデーバージョンキャロルというんですけれども、こちらも飲まれたらいいんじゃないかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。